ナイスお願いします。いや俺イベント夢中やったもん、うん、周りの話が別にもどうでもいい思うて、俺イベントもイベントしたらさ周りの話どうでもよくなんねん。イベントしたらなんかさいっぱい鳩来るやんか、オール無視やで、うん、クラウン君に共通の知人から話し合ってほしいと連絡来たから話し合うみたいな匂わせしたんだよ。あ、そうなん。中止？電話するわ一回。あ、ちょっと高速高速。びっくりした。な、何？あ、お前が何？こっちが何やお前。いや、お前が何？いや、こっちが何やわ。あ、聞いた？何の電話？あ？何の電話？あ、来た、おい。懐かしくね。何の電話？要件は？要件？うん。大好き。もうええねんそんなしょうもない気持ち悪い。え、要件は何？え、死ぬ前に好きな人に、え、ちゃんと好き、え、死ぬ前に、うん、だから好きな人にちゃんと好きって言っとこうと思って。いて、なんでスペース系を押すとんだこの野郎。もしもし。はい。あいちゃんね、要件何？だから好きな人にちゃんと好きって伝えようと思って、うん、これからマティアスに鬼連する予定。こいつは頭おかしい。くるくるバーかな君。もしもし。何？何の電話なんこれ。なんかもう LINE でさ、旦那の旦那と会うとき天然ちゃんも来てくんないって何なんこれ。え、来てくれます？なんでなんでなんこれ。え、ちょ、え、これガチめの話なんだけど。電波ブチブチだお前。え、やばい？うん。ちょっと待って、じゃあちょっと待って、スピーカー見える。え、これでいい？うん。聞こえる？聞こえる。あ、こっちの方がいいかな。うん。うん。え、なんなん？それ、こっちの話なんだけど。うん。あ、来てくれるんだったら来てほしい。何しに行くん俺。え？仲介人。何の仲介人？え？何の仲介人？いや、てめえだよ。何を仲介するの？養育費未払い。養育費未払い？意味わからん。お前さ、会話不全好きさ、いつも。話にならんのよ。違う、ごめん、私笑っちゃうんだって。お前と喋ってると笑っちゃうんだって。ごめん。だから、うん、だから来て、とりあえず。とりあえず。お前と喋ってるとマジ笑っちゃう。ごめん。会話不全じゃなくて、え、なんか面白いんだよ。天然ちゃんしゃべってると。あのさ、要件を詳しく言って、なんで俺が、な、うん、俺が、その、あの、旦那と、お前のな、あんたの、うん、その、仲介人をするわけ？当たり前だろ。ちゃ、当たり前意味わからへん、お前。当たり前の意味わからへんねん、お前。何が当たり前やねん。なんとなくだよ。
で、お前なんで留置所入ってたん？留置所。あ、入ってた。まな、なんで何したん？え、昨日出てきた。何したん？え、サンドイッチ。え？盗んで。サンドイッチ。ほんまに言ってるそれ。え、拘置所ないん？拘置所。コーチを、コーチされんねん。サンドイッチ盗んで入ったの？サンドイッチでパクられる。ダッサこいつ。どこのサンドイッチ？コンビニは？セブンイレブン。セブンイレブンでサンドイッチ万引きしました。で？許してくれた。オーナーが出てきた。オーナーが出てきた。あ、許してくれなかった。オーナー出てきて許してくれなかったんや、サンドイッチ泥棒。そのまま警察に通報。そう、そう。しかも私、それ、なんか、盗もうと思って、ちょっと待って。ちょっと待って、本当にトイレ来たんやけど、盗もうと思って盗んだわけじゃないの。何たまたま電話来て、たまたま電話来て、パッて出ちゃったら、ポンポンってされて。君、盗んでるよねって言われて、からの留置場。嘘つけ、そんなん留置場いかんやろ普通。いや、いかんから。嘘ついてねえよ。何日ったん？どう後期に見ろよ、たら今おい。何日？10日とって。10日入ったん？10日とって。ほんまかよお前。ほんまだって。嘘つくわけ。サンドイッチ盗んで10日間氷ある？サンドイッチで10日だよ。なあ、ないよね。いや、あるから。ガチちょっと待って、48時間間違えちゃうの？そいつ上げてこい、上げてこい。お前わかんねえだろ。48時間はその拘束されてから検察署に行くまでの時間なのね。10日間は拘束されてる。10日間。昨日の時期なの？おい、スニーカー。お前ナイキだろ、スニーカー。頭おかしになるわ。いや、絶対こいつ、スニーカーのメーカー絶対ナイキだろ。お前10日だもん。電話し、あれし、あれやろ。A カップだろ、お前。 A カップ。女だったら A カップだろ、大体。そう。え、ほんまに10日入ったの？入ったっつってんの。だから連絡取れなかった。連絡してんねんけど、別に。お前になんでだよ。連絡してこい。え、その10日間どうしたわけ、留置所で。友達作ってきて帰ってきたよ。それ公務執行妨害なん？公務執行妨害なの？誰が？お前。あんたに？じゃあ警察官か、そこらに。どういうこと、公務執行妨害って？ねえ、何？コメント見て。ちょっと待って、今ネカフェにいるわ。ちょっと待って。ネカフェおんの？何してんのお前。ふわっち。家は？ふわっち、お前ブロックしか見られへんで。いや、ちょ、解除して。無理。解除して。無理。警察に手出しない。なんで私。警察。ふわっち、天然ストレート。だブロックしか見られへんで、君は。やめてたよ。なんで。天然。一試合でブロックしか見られへんで。天然。N が多い。なんか電話切っていい。もうめんどくさいわこいつ。話にならんわ。は？電話切っていい。もう黙れ。じゃあなんだよ。じゃあ何のために電話してきたの？いや、お前がさ、なんか仲介人のなんか動画のコード言うてくるからやんけ。だから頼むよ。その時は頼むよって。はい、配信つけていいの？いいよ。いいの？配信。全然いいよ。行くわ。
ターどのガチの大手だけど大丈夫？あ、配信つけて、よ、行く。え、ガチの大手だよ。うん。よく話しろ。SNS とかそんな問題じゃないけど。うん。え、ただお前バンちゃうよ。私は別に面倒見ないよ。いや、もう全部お前のせいにする。いや、当たり前やん。あいつガチの大手だぞ。うん。お前が配信つけていいって言うたから、俺言っただけで。やめろって、私のせいにするのって。いや、配信つけたからに行かへん。どうする？さあ、やめとこう。ほらな、バイバイ。え？よくわからんわ。会話不全すぎて。頭おかしくなる。なめばの話だよね、確か。なめばの話。サンドイッチパクって10日も捕まるん普通。アツシも今日パニみたいな女をゲットしたよって。あ、初犯じゃなかったら10日間コールとかあるんや。ほんまなんかな。交流サンドイッチパクってありえんけど、まあまあどうでもいいもんな。なべっぱ中村に聞いた方がいいかもって。中村に聞く。中止やったら中止、連絡あるはずやけどな。え、まゆ今日最後配信どうやって切ったん？普通に切った？最後の配信の終わり方。中止なんて言ってない。中止なんて言ってなかったら普通にあると思うねんけど、おそらく。私が変わったら天然さん怒るから。どういうこと？私が変わるっていうのは。私が変わったら怒るってどういうこと？あ、しゃあ、ええよ、別に。どうぞ、どうぞって。ウィーターみたいな配信者。あ、もう炎上系なしの。炎上系なしの。普通のキラキラ配信のことやろ。男が絡みなしの。ええんちゃうか、それ。ええと思うで。ただ閲覧が鬼のように下がるけどな。それに耐えれるんだけど。あ、そんな話いっぱいあったんや。知らんかった、全然。中止とかな、分からんの全然。山田は配信してる今。まあまあ、眉分からん俺全然。で、ちょっとね、とある配信者さんがね、引退するかもしれません。
その配信者さんは駒井くんです。駒井くんが明日引退するかもし、あ、明日引退します。知らんねん、何を引退すんの。うん、お前、あ、じゃあお前って出てけへんねんな。うん、いや知らん知らん、パチンコ配信も知らんねん、そんな全然。うん、アカウントあるな、アカウントある。 X 見た？あ、あるわ。うん、緊急ですいません、いきなりですが明日引退しますって。嘘だろ。あの、確かに死後はない今な。うん、死後はない。死後はないからな。うん。いや、それ引退わかる。ふわっちを引退するかもしれない。ふわっちを。うん。ふわっちを引退するかもしれへん。パチンコを引退するんか、ふわっちを引退するんか、ね、ツイキャスを引退するんか、そこはね、まださ、あの、明確にはなってないね。うん。明確には。だから、ひょっとしたらね、明日でふわっちのね、配信をね、引退するかもしれへん。お前さんが、いや誕生日かも知らんよ全然。うん、全然知らん。最近コマイと連絡取ってへんもん、まったく。うん、チック行くんかな。チック行くんかな、 どうやろう。うん、チック行くかもせえへんし、あ、これこれさん取り上げたん、マジで。うん、でね、まあ、駒井くん情報としてね、まあ、一個ね、僕聞いてるんは、うん、一個聞いてるんがあるんですよ、駒井くん情報。で、何を聞いてるかしたら、なんと駒井くんね、今現在、今現在駒井くんね、なんとこれ言ったかんで、ね、あんまり、うん、今現在駒井くんお金がありませんって。全く だから駒井さんね、ひょっとしたらひょっとしたら また返しないのみんなにで、知らんねそれも。うん、なんなんこのゲザリング、うっとうしいな。なんなんこれ、しょっちゅうしょっちゅう来るやんゲザリング。
なんなんこれ。もうええもん。これ どうやったらゲソリンが入るこれ。めちゃくちゃうっとしてんけど。あ、そう、いるで、ひさちゃん。いるいる。で、イビやから。ありがとう。ランツク、ランツク。で、イビアイテム。これ、どうやって発動してんのこれ。60個ランツク。ひさちゃん。勝手に発動、どういう条件に発動するのそれ。条件は。投げたリスナーさんが当選したら勝手に発動すんや。俺のせいやな、これ。じゃあタイトル変えるわ。ギャザリングのルールを書かれてすいませんでしたって。俺は運営を動かしたの？ドンツカスカイ！マイペロー！もう無理やわ。ホワイトラブ無理。無理やわ。すいませんって、運営さんがね、ルール変更したみたい。でもそう考えたらさ、あれちゃうの、ギャザリング何回ももらえるってことやろ。え、それメガホンは抽選で2000個 ?2000 個もらえるん？ 2000 人ってこと？あ、それは変われへんや。先着2000人の方に、あれなんや。こんなのしょっちゅうであるんじゃん。ギャザリングの値打ちないよな、逆に。あ、でもあれちゃうの？これあれやろ？最終的には総合で上位入ったらさ、ギャザリングもらえんのやろ。またあ、もうないの。あ、ないの。全然値打ちないやん、こんなイベント。ゴミやん、こんなイベント。俺からしたら。じゃあ集まって、集まって、こうするわ。タイトル、あめな、確かに配信者怒ってた。お前のせいで運営に苦情がすごかった。俺のせいなんすかこれ。これは僕のせいですか。絶対お前だで。ちょっとギャザリング詐欺被害者にね、ギャザリング詐欺被害者の方ね、ちょっと集まってください。待ってるんで。ギャザリング詐欺にあったよってね、リスナーさん集まってください。あ、61個さんね。
ょっとタイトルあれするわ。ドンツカスカイシャンパンタワー、母さんいらっしゃい。ゆいゆい、集まってください。もっとおるやろ、こんな力あんの。4000人おってんけど、4000人。これ明日のネタにしようかな。うん、明日のネタ配信の、ではね、ちょっとね、今回のねギャザリングイベントのことに関してね、お前のせいでねギャザリングのルールが変わったんやてね、結構コメントがあります。はい。でそれに関してね、他の配信者さんたちもね、むちゃくちゃ怒ってると。うん。お前のせいでね、ギャザリングのルール変わったんやけど、むちゃくちゃ怒ってると。まあ、特にね、どの配信者が怒ってるか知らんねんけど、怒ってる配信者のね、名前ちょっと教えてもらっていいですかね。うん。怒ってる、マウ君が怒ってるの。マー君が、中国の金貨あるやつ。いや挨拶もあるけど誰か知らんもん、まず、誰が怒ってるか知らんもん。これは俺ほんまに俺のせいなの。マウのせいちゃうの。マウとかさ、何だっけ、誰だっけ、山ちゃんとかさ、誰、なんかダオとか、はい、ハイボールさんもよな。ハイボールさんも。俺だけちゃうやん、これ。ハイボールさんも。ウッキーもやわ。ウッキーも。ウッキーもせやし。当たりや。ウッキープラス。海の親はあんたやで。確かにね。僕がことの発端ですわ。はい。ね。出どこは。それをね、真似した配信者がいっぱいいてるんですね。あ、警告来たの俺だけなの、知らん、それは。ガチでさ、詐欺被害者人おれへんの。ガチで。喋りたいよ、そのガチの人。ギャタリング詐欺あってね、ガチ切りの人。ねえ、正面、面と向かって謝りたいよ。ガチの人。ねえ。呪ってやるとかね。呪ってやるとかさ、いろいろあったんか、いっぱい。ああ、みんな警告来てるんかな。でも、マウが来てへんって言うとて。マウとかは。で、俺が警告来たんでさ、ギャザリングの最終日やね、俺。最終日に やっちゃった、俺。最終日の前の日かな、前日。最終日の前日に、やったんよ。ほんならもう、あれよ、あれよという間にね、もう来るわ、来るわ、言うて。そんな集まる思わんかったんですよ、僕。そんなに、当初ね、まあ、2000人ぐらいかなと思ってんけど、一応ね使うつもりだったんですよ、その時。使うつもりはもうね、あまりにもね人数がねボン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 増えていくんでね、ちょっと怖くなってんね、僕。気づけばもう4000人ぐらいおったんですよ、4000人ぐらい。でも怖くなっちゃってね、使うのやめた。
もうイベントええわ、もう疲れるわ、うん、でその次の日にね、もうギャザリング使おうと思って決心してね、決心して、ギャザリング使おうと思ってんけど、ちょっと時間オーバーでね、ギャザリングどっか行っちゃって、うん、もう仕方ないよね、あれは。え、どういうこと？リリーまでフォローしたら許して、どういうことだろう？え、オンリーワンのこと？オンリーワンがオリジナルってこと？まってな感じね。うん、このギャザリングな、あんま意味ないよな。即発動されたら、しかもさ、総合入ってもさ、ギャザリングもらわれんやろ、うん、何がしたいんかな、運営さん。なんでやねん、もうええかげせよ、お前もう勘弁しや、もうオンリーワンにしよ、オンリーワンに。金たぬきは絶対寒いやん、こんなん 100% 寒いやん。イベント、え、その回総合の特典じゃなんかあるん？あ、貯金しね、いっぱい、うん、あ、被害者さんね、被害者さん、あの実際の被害者さんの声が分かれへんよ、うん、ガチアンチさんがね、ガチアンチさんの声がちょっと聞かな分かれへん俺、うん、ガチアンチの声を聞いたよ俺は。ガチアンチのお前この野郎って呪ってやるからなって、天然さん半年休んでいいですか？借金やばいんで。絶対借金だやろ、うん、絶対借金だやろ、 100% 借金だやろ君は。前半で、あ、ギャザリングの前半ってこと？あ、もう ギャザリング出えへんの俺、うん、ギャザリング出えへん。あんの？いくらよ。え、それは俺に投げすぎて、投げすぎて借金いくらなん？事件です、事件やで、そのギャザリングにガチ切れしてる人のコメントがさ、けえへんのよ、うん、ほんまメガホンもらう時だけやな、ほんま厚かましいわ。集まってよ被害者さん、ギャザリングの今からね、綺麗にね謝罪しようと思ってるのにね、もういいんかな、うん、ガチ切れリスナー。あ、50万一瞬で返せるやんって言ったら、一瞬で累計よく、でもこんだけ、こんだけさ、ポコスカ行ってさ、50万で済んだよな、逆に、
累計ポイント、うん、いや俺にな借金してでもね投げてくれたリスナーさんが おるわけよ。オンリーワンで、うん、もうあの特別扱いするから、特別扱い、政治学はお付き合いって言われてもしないんけよ、そこはもう、うん、もう蚊帳の外やろ、蚊帳の外。今月から半年休暇します。半年も休まんでもいけんじゃない正味、うん、2、3日はいけんじゃん、2、3日ぐらいでねえ。3日でストーリーかもう配信するか、うん、天然さんに投げすぎてね借金しましたで、ね、皆さんアイテムお願いしますって、うん、一瞬で一瞬そうする、俺エツタ流すわ、うん、受けサリングせえへん、もうおもんないもん、あれ値打ちないもん絶対に、うん、そんな甘いよ、甘い甘い。金太郎さんは休憩ねできないもう、うん、エースやから、この金太郎はうちの、うん、エースが休憩できない、次のエースが現れるまでダメ、エースが休暇したらね俺オワコンになっちゃうよ、オワコンに。そう、エースは休暇したか、ふう疲れたな、イベント、うん、ギャザリングあるでしょ、早くあるわけないろお前あるわけないろ、ギャザリング、あれさ今ギャザリング投げるやんか、何人ぐらい湧くん、2000人もいかんのんちゃうん、じゃあそんなポンポンポンも発動したら行くの、2000人とか。行かへんよ、行かへんでも値打ちないもんな、ペサリング、うん、逃げる意味ないやんな。だからね、ギャザリング大会リスさん、好きなリスさんは申し訳ないですけど、ギャザリング大会ね終了です、もう終了、わかりました、もうね見れなくなります、あのギャザリング配信が、うん、OK ですか、サイト戻すわもう、うん、もうしゃあないやんね、もう運営さんがで ものの5分ぐらいしゃべ、閲覧ポン下がんやろ、閲覧もせやろ、もう何がしゃいんなこれ、運営さんは。さあ明日から頑張るか、うん、明日からやっぱあれやな、少ないなマッチ、3連休で、うん、鍋場知らんねよ、ママ明日なら分かれへんな、うん、鍋パーティーは、うん、お前はふわっち配信しんのやったわ、もうふわっちこの仕様が嫌なんやの、
便乗ばっかりと、あと何この誹謗中傷悪口配信でばっかりで、まあ、言うてる本人もね悪口言ってるかもしれんけど、それちゃうか、あと知らん、あとはもう金がないか、金がそこはね知らんよ俺は。だ小林くんのねリスナーさんね、もう小林くんが配信せんかったね、僕のとこ来てよ、うちのとこ。お前がキャスイッチも稼げるんだよ、知らんよ、この5枚のパチンコ配信でどんどんか見てへんも最近、5枚のパチンコ配信はあれ5枚多分あれは配信のあの配信上わざと借りてると思うわ、金はあんねん多分、金はあるけどわざと借りてると思う、配信のパフォーマンスで金ないない芸じゃな、ほんまないんかな、わからんわ、いつでもまたんわ、どうなんやろな、よかった、あいつに金貸さんで、ほんまに金貸さんでよかった俺、親父はまだおるはずで、親父はだから成人借金あるかもしらんけど、そこは知らん、どうすんか、まあ、成人もそれネタになるからええんちゃうの、ネタになるやろ、小前に金貸したら、ちょっと何得てた、貸した二人が、あ両方貸してるもんな、両方、両方に貸してるもんな、今流行ってるの配信者が金貸すので、コマタンチキチキドンツクラスかい思ったわ、あんた思ったわ、配信会のね金の貸し借りはねめちゃくちゃあります、はい、僕もね昔ゼロワンさんにね借金20万円しました、20万円、ゼロワンさんにねギャンブルするのに20万円ね借りました、はい、ふわっちの配信者はねギャンブルしかやってませんギャンブル、お前が言うんだって本当だよ、本当だっつってね、嘘言わへんっつってね、お前く引退しますね、コマダンチキチキってね今コメントあったけどね、女の子、残念ながらね引退ですわ、最悪ね借金ね飛ぶかもしれへん、コマエ今多分な、あの減らってるから、コマエ助けてあげてーで、あのね、助けてあげて、額がなんですよね。額が。ね、うん十まで行きのね。もう、百万行ってる。百万。匿名さんがね、もう体売るしかないよ、もう。体売るしかもう。どうする、売れる、小前くんのために。働ける、百万の借金。今日4万発ぐらい、4万発は15、6万円な、多分4万発は、あ、絶対無理か、それはそれは無理そこダメ、いくらあれでもマイクのラブでも、それはね、あの好きとは言わんよ、君は好きじゃない、
え、トータルでいくら借金しろん。うん、知らんねん、狛江が誰に借金してるか。まったく。好きでも体は売りたくないやろで。それは好きじゃないよ。うん、ね、ほんまに好きだったらね、何でもするかん。何でも好きな人のために、え、それが真の好きよ。どういねえで、ほんま、困ったんて、困ったの借金ね、私が返してあげるで、チパ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 で。え、マジで01100万、モンジョリには返した、無限さんに、ま、え、無限を借りてるの、あいつ。え、無限いくら？おっしゃんがそれ、あいつです。ちょ、狛江の借金借金配信する？狛江君のトータル、うん、無限君50万、これ終わったの？無限君は無限終わった、無限君終わったんや。で130、養分は知らん。養分知らん。政治も知らん。政治が130やろ。俺は貸してないで、狛江に。うん。01100万借りてるの、あいつ。じゃあ230万。うん。全部で。今借金が それもうネタちゃうの、借金借りる。もうネタで借りてやろ絶対。うん、ちょっと証拠写真送って、証拠写真。うん、道場6級の B 地区出して1分で落ちましたで、写真ある、画面録画と送ってすぐ。徴用分に会社員や、うん、だから政治01、今この2人借金してんの。奈々ちゃんは、奈々ちゃん会社、じゃあこの2人が大方も200万ぐらいは、200-300万、200万ぐらいだったら、これふわっち一発いけるけどな。200万いったら、狛江君やったら、狛江俺には借りてない。無限、まあ、多分200万ぐらいは、240-250かな、計算では。240-250万。ざっと計算な、うん、それがどこまで減ってんかしたんで、うん、何とかするの、そんなお金、ギャンブル、お金残るはずやけどな、逆に、うん、あいつばっかりやな、マジで1000万全部ギャンブル、弱いのに。俺今日さ、配信でまだ言ってんけど、配信で言ってんけどね、俺イベント中にさ、イベント中に8時半ぐらいだかな、8時半ぐらい、協定買いかけたよ、協定桐生優勝戦買おうかな、買いたいなって俺言うとったやろ、養分協定買えへんのでずっと言ってたやろ、協定買おうかなって。もう配信中に協定者がうっとうしいからさ、もうやらんかったけど、心揺らいだもん。
や俺勝てない勝てない勝てない協定。買わんでよかったわ。うん、あー1号2もったいな。俺マジで勝てないで、ほんま買おうかな思てん。ほらないやろ当日券、投票利益も危なー思て。お気になって気になってや、あんたの協定おもろい勝ってよほんまに。いや勝ったらミスってるミスってる、ミスってるミスってる、勝ったらミスってる。俺か買おう思ったもん。いちごは買えんもん。あれはいちご買うね。一度買ったもん俺、よかった助かったよ、プラスだプラス、なんかプラスよ。だから俺今日勝ってへんから、勝ってた勝ってたらマイナスだけど、勝ってへんからプラスだよ俺。20万ぐらいぶっ込もうだもん。思って、変な女配信しとったやつ誰やねん。変な女ってお前いっぱいおるわふわっち。誰か言って、変な女なんか。小林くんは配信引退したら次はねツイキャスで配信するらしい。ツイキャスで、ツイートキャスティングで、なんかツイキャスの方が楽しいらしいで。ツイキャスの方が。ツイキャスの方が伸び伸び配信できるらしい。まあ確かにな、ふわっちもぎこちだよな。毎日も。ああだのこうだのみたいな。すっぺらこっぺらみたいな。あいつがどうとか、こいつがどうとか。すばしないわ。ツイキャスはね、そんなないもんな。でも向こう行ったら稼がれへんねんな。もうここでな、金銭感が狂ってるからさ。ここでさ、金銭感狂うわ。ふわっちょきたら俺なんかね、もう昔なんかさ、協定なんか入ってもさね、1000円かけるもん ビクビクしたよ俺。もうそれ今ではね、もう 1.10 万とかさ、頭いかれてるよもう。ギャンブル狂いは治ったの？タコシちゃんはって。余計狂ったな、ふわっちで。余計に狂った。このふわっちが、俺をね、余計に狂わさせよう。なんか、俺が悪いんちゃうね。このふわっちが悪いね、ふわっちが。養分もそう。養分もせいで。何2400万って、ふわっちの配信者がやっぱね、なんでギャンブルに来るかって言ったら、もう稼げるからさ、ふわっちで。ふわっちドリーム掴んだら、ね、みんなギャンブル行くかな。で、最初はパチンコとかさ、もうそんな遊びしとったんけど、ね、もうパチンコじゃもう物足らんからさ、どこ走るかって言ったら、もう競艇とか競馬やからな。協定系はあんなもんさ、煽ってんやからさ、張れば張るほどね、帰りがでかいやん。競馬もイラつくわもう。競馬、明日 G1 なん？日曜日なんか G1 あるん？日曜日は。ああ、週刊賞なんや、日曜日。けど当たらんもん、もう全然。
中華賞なんや。何頭出るん？15頭出るんや。一番人気チェルビニア 2.9 倍ルメール、うん、ルメール。俺も一番人気かめっちゃ嫌やねん、うん、一番人気。俺は単勝やな基本、うん、単勝ぶっ込みタイプ。一番人気 2.9 倍やろ。しかもルメールやろ。うん。ルメール、何メーター？ 2000 メーター。2000。ルメールやろ。あー、G1 一着やな。一着ルメール。1800。その前の週刊誌でボロ負けしてんねや、これ。うん。でもルメールが騎乗したら1位やねんな、1着やねんな。あと5年もたないですか。確かにふわっちの稼ぎはアップクゼリーだから、そうなんです、感覚はそうやね。うん、牝馬は、あ、牝馬か、週刊誌でも全部牝馬やろ多分。金量も統一されてる？金量全員55。あ、全員55やな。金量も。金量も全員55。買おうかな。2番人気が捨て、あー、この馬だ。ステレンボッシュ、トタキ2着か。これステレンボッシュちゃうの。うん、ルメール行くんやったらどうなん。待ってな、2000m やろ。あー、 G1 12着か、ダメやなこれ。7番人気一箇所まかやの。過去5年間いくで、ここ5年間。去年は一番人気の、あー、リバティアイランドおったな、強い馬。有馬も出とったな、リバティアイランド。これ去年一番人気やわ。で、その前は3番人気やわ。スタンニングローズ、これ強かったな、スタンニングローズも。その前が1番人気、3番人気、4番人気。何これ、あ、赤い鳥の娘な。赤い鳥の娘、これなんか G1 で、え、あの、あれやんな、来たよな一回穴馬で。赤い鳥の娘、牝馬、4年前。一番人気。あー、デアリングタクトな。デアリングタクト。うん。4年前。松山浩平。一番人気。で、5年前。5年前、なんとね、
5年前は4番人気来てます。4番人気クロノジェネシス、これ強かったな、クロノジェネシスも、うん、っていうことがやな、だいたい1番人気から4番人気の間に来るってことよ、データを見たら。わかる？1番人気か4番人気の間。あ、でもルメールか戸崎やな、やっぱこれ。ルメールか戸崎ちゃうの。2番人気やろ、戸崎。あ、サイズなんかもう見えひんね、多分。あいつ捕まったやん、うん、4番人気クイーンズウォーク、あ、川田な、あー、なるほどな、2400、川田か、東方重視強いから、まああんま好きちゃうんだけど。で、3番人気ね、3番人気ミヤネーロ、津村くん、この馬何が強いん分からんねんけど、俺なんでこの馬が3番人気するん、ミヤネーロは。なんでそんな成績よくないよな。 G2 でも2着やろ。あー、なるほどな。うん、いや、はカウンが戸崎やな。うん。戸崎の馬タンやな、馬タン、カウンやったら、うん。ルメールはカウンは、あ、よさ本命馬なんや。カウンやったら戸崎ちゃうか。一番人かって思んないもん、うん、あ、ステレンボシ、あ、そうなん、調教評価悪いんや、ステレンボシで。ルメールはだって強いんや、やっぱジョッキーで一番強い、なんかすごいのみたいで、やっぱりルメールやもんな、うん、ルメールが一番ええんちゃうの、みんなね、ルメール買うやん、やっぱ、うん、でも俺はルメール大嫌いから買わん、ルメール大嫌い。うん、これはでもあんま買わん方がええんちゃうの、レース的にどうなん、うん、買うようなレースじゃないよな。競艇で言ったら1番人気絶対買わんみたいな、 1、2、3の 3.0 倍は絶対買わんみたいな、外す、うん、それか見送るな、うん、見送る。穴馬狙っちゃうもんな、穴馬。これ日曜日天気どうなるな、天気の加減もあるしな、天候が大雨とかだったらさ、もう荒れるもんな、大体天気雨やったら、うん、天気ええのや。いや、ウィンハイファイブ思んない、ウィンファイブすんの、協定するわ、うん、協定ぶっ込むわ、ルート6いい家にあるよ。
ロト6 2000円当たってた。2000円。あれ今住之江やってるくない、大阪住之江協定。何日目住之江協定。2日目かやってってる。何ちゃうの。あ、6日あるんや。うん、6日かんねや。最終日いつこれ。最終日今日日付変わって何日。12か。12 13 14 15。15日が最終日か、優勝戦か。うん、15日が、うん、ようも行くかな、協定、うん、優勝戦。12レースに全突破12レースに全突破。俺住みの相性いい。あと玉川京都も俺相性いいね。玉川京都、うん、あ、もう終わるかな、ぼちぼち、うん、ナイス押してね、みんな。寝るわ、帰るわ。協定部は、す協定、何協定部3、何3って3って何なん。ヨウも行くかな、最終日優勝戦。ベルサーどうでもよくね、うん、興味ないわ、したい。行く、ヨウ分。そうか、養分、うん、じゃあ終わるわ今日は。ありがとう、みんな。おつたこ、はーい。